1回戦 B グループは8フレまで終え、依然安藤がトップ。それをおよそ20ピン差で浅田、さらに縄が追う展開で、ゲームは第9フレーム。はい、縄はこちらで。軽く投げました。はい、これでいいんだという感じ。そうですね。あの8フレの嫉妬以外はほぼ嫉妬らしい嫉妬してないんですよね。ああそうですか。はい、本当に、ね、うまく絡まない時ってあるんですけれども、今日がそういう日のようですね。なるほど。さてストライクが初めて並んだ、続けた浅田里奈が、はい、左側は来てる方の、全てストライクを持ってきてる方のレーンです。さあその形が守れない、守れない。うわここでということは安藤が来るともう厳しい状況になります。そうですね、はい、安藤がですね、Bリーガーの中でも小柄な154センチ、でも体全体で投げるようにしているんです。ちょっと打ちミスした。おやおや、ちょっと待ってくださいよ。はい、ちょっと力が入ってしまいましたね。うわ、これ平行ピンですから、はい、スペアはかなり難しいスプリットです。なるとですね、はい、一応変フレームで逆転する可能性がまた見えてきましたので、ね、このスペアはしっかりと取りたいところです。うわ、終盤大詰めでまたまた思ってもみない展開になった。まずこれを浅田は大事に、はい、取りました。ストライクを全て持ってきて217まで7ですね。これは厳しい状況になったが2本です。はい、これで安藤の方がパンチアウトで24ということですよね。はい、うわ、逆に安藤、ま、に例えば10フレームもう1回スプリットを出して、はいはいはい、9本カウントだと203。そうなんです。縄選手全部持ってくると203まであります。そうなんですよ。さあ縄どうか、はい、いったか、熱い、熱い、いやー最後まで苦しい戦い。さあ可能性を秘めた浅田里奈がいた。うわー、なんということですか。いい感じでいったと思われたんですが、またまた波が右に左に大きく揺れる。さあ縄これをカバーして、いやこれ、うん、やっぱりセブンテンですからね、まあ、1本でしょ、そうすると194で4でしょ。ワイルドカード候補としても、はい、山田の195よりも1ピン下になってしまうんですね。なるほど。うわー、この点フレで、この点フレで7点、194ピン。いやー勝負は怖いですね。ねえ、本当です。これで残念ながらナバは次戦欠場ということになりました。残されたのはシリーズ第5戦だけです。したがってこの9フレで194ピンの安藤は勝利をつかんで、さあよし来い、よーし来た。いやーでもちょっと本当無然とした表情ですね。本当ですね、あそこまで着実に来ていたのが。まあ、A グループ B グループ見ると今回のコンディションはやや難しめなのかなというふうに、はいはい、あ、とりあえずは難しい状況というふうに見ていいんですか。はい、そうですね。第3戦の注目のグループ B、 勝ち上がったのは安藤ひとみです。いやいや、思わぬ展開でしたね。はい、そうでしたね。まあでもある意味面白かったといえば面白かったですね。そうですね。いや今後が分からないです。はい、はい、B
グループは安藤が3大会連続の準決勝進出、スコア194の浅田がワイルドカード候補となった。この結果16ポイントとした安藤が総得点差でランキングトップに浮上。次回出場停止の縄は10ポイントを持って最終戦に臨む。もう最悪だマジで、もう本当に出場停止、もうなんかもうあのセブンテン本当や、練習ボールの時もセブンテンの兆しなんか全くなかったので、ちょっとそれから気持ちがバラバラになりましたね。はい、セブンテンって何ですか。チャンスがあって投げた一投がセブンテンだったので、今相当へこんでます。心臓が壊れそうなほどもうドキドキしちゃって、みんなポイント上位者の中やっぱり戦わないといけないっていう厳しさにちょっと意識しちゃいましたね。今の試合でさらに強くなれた自分を準決勝で出せるように頑張っていきたいと思います。